ナグマは、インドの政治活動家、元女優。ボリウッドや、南インド映画など、複数の言語映画で活動していた。1974年12月25日に生まれ、ナンディタ・アルビンド・モラルジーと名付けられた。父・アルビンド・モラルジーは、ジャイサルメールの出身で、その後、ポール・バンダルを経て、ムンバイに移住した。祖父・ゴークル・ダス・モラルジーは、実業家として、海運業。 繊維業、農業、製薬業の分野で活動した。母シーマの救命はシャーマカージーで独立運動家家庭出身のムスリムだった。アルビンドとシーマは1969年に CCI クラブでの出会いをきっかけに結婚したが、1974年8月に離婚している。離婚後、シーマは1975年3月に、 映画プロデューサーのチャンダル、サダーナーと再婚し、ナグマのイフイモトロシニとジョーティカーを出産した。また、父と先輩の子供として二人のイボアニダンラージとユーブラージがいる。ナグマは文売大学を卒業して、小学士を取得している。彼女は、両親の離婚後は、父と共に暮らし、2005年12月31日に死別した。彼女は父に関して、私は、 素晴らしい家族と共に過ごせたことを誇りに思いますとコメントしている。また、ナグマが女優を目指すきっかけを作ったのは母だったとも語っている。2000年9月に医療品店を開業して実業家として成功を収めるが、父の看病をする必要に迫られたため2003年に廃業している。ナグマ1990年にサルマンカーン主演のボギーで女優デビューし、 同作は1990年公開のボリューと映画工業成績第7位のヒット作となった。1994年にはアクシャイ・クマール、アジャイ・デイブガン主演のスー・ホォグでカリシュマ・カプールと共にヒロイン役を演じた。その後、ナグマは友人リビア・バールティの勧めでテルング語映画、タミル語映画に出演するようになった。1990年代の主なテルング語。 映画出演作には、ならずもののむことの、アレリー・アラデュ、メジャー・チャーン・ドラコンと、タミル語映画出演作には、バーシャ、踊る、夕日のビッグボス、コディロン、ビロディ・ビランがある。活動拠点をムンバイに戻したナグマは、2001年にインタビューの中で、テルグ語映画とタミル語映画から撤退した理由を、タミル語映画のナンバーワン女優というプレッシャーが私にのしかかっていました。 私は自分が演じていた映画に不満を抱いていました。それは人気女優に観客が期待する演技をしなければならないため、やりたい仕事ができなかったからですと語っている。ボリウッドに戻ったナグマはチャルミア・バイデ、サンジャイ・ダット、サルマン・カーン、カリシマ・カプールと共演した。この時期はボリウッド映画を中心に活動する中、アレリー・ラムズ、シチズンなど数本のテルグ語映画。 タミル語映画に出演したほか、チャザーンガムなどのマライアラム語映画で主要キャストを務めた。ナグマは、ボージュプリー語映画にも活動の幅を広げ、2005年に出演したダラミラルデルドルでは演技を評価され、ボージュプリー映画賞の最優秀主演女優賞を受賞した。2006年には、ガンガーでアミターブ、バッチャン、ヘママリニと共演した。 彼女は、ボージュプリーコ映画に進出した理由について、私は、様々な言語映画で演技したいと思っていました。私はすでに10個と後の映画に出演しました。私のボージュプリーコ映画初出演作、パンディトジー・ブティナ・ビーア・コップ・ホイが大きな成功を収め、その後にオファーが殺到して無視できない存在になったのですと語っている。2007年4月にザ・ヒンドゥーのインタビューを受けた際には、 ボージュプリー5映画に重点を置いた理由として、政治活動との関連を挙げている。2006年には、ラージバッバル主演の、イクジインドイクジャーンで、パンジャーブ5映画デビューしたが、政治活動に専念するために2008年以降は、女優活動を停止している。RK エクセレンスアワード受賞式に出席するナグマ2004年、インド総選挙に際し、インド人民党が、 ハイデラバード選挙区からナグマの擁立を検討していることが報じられた。しかし、ナグマはインド国民会議から出馬する考えを表明し、アンドラプラデー主州で政治活動を始めた。彼女はインド国民会議を選んだ理由として、世俗主義と貧困層、社会的弱者への福祉を挙げている。 彼女はメーラーと県選挙区から出馬したが投票結果は13,222票となり、協託金は没収された。2006年にナグマはインタビューの中で政治活動を始めた理由として、私はムスリムの母とヒンドゥー教徒の父の下で、すべての宗教を尊重することを学び育ちました。私は宗教対立に心を痛め、何か行動したかった。 そのために政治活動を始めたのですと語っている。また、2003年の時点でロークサバー候補者として打診を受けていたが映画の出演オファーが数多く来ていたため断念していたことも明かしている。2007年にはヒンドースタンタイムズのインタビューの中でこれからも政治活動を続けるでしょうと語っている。2015年にインド国民会議の下部組織全インド女性会議の 初期長に就任した。ナグマは犯罪組織との関係を疑われたことがある。ダウード・イブラヒムの部下だったジャミル・ディーン、アンサー・アリー・アリアス・ジャンボは警察の取り調べに対し、ダウードの兄弟アニーズ・イブラヒムの命令で、バンドラの自宅でナグマにハワラとして10万ルピーを渡したと供述しており、彼女はアニーズの愛人だったとも供述している。 ナグマはジャンボの供述を否定し、本名をムムターズという無名の女優が、ナグマと名乗っています。彼女の母はマッハーラ・アシュトラ州組織犯罪管理法によって逮捕されており、彼はバンドラのカーターロードで金を渡したと供述しているので、彼女のことを指していると思われます。私の住居はマウントメアリー地区にありますと反論している。あとに、 ジャンボの弁護人は彼が供述の内容を撤回したと発表した。ナグマは父の死と彼女自身の発病を機にキリスト教に改修している。2013年に俳優仲間のジョニー・レバーと共にキリスト教の布教活動を行ったことでヒンドゥーナショナリスト団体から脅迫される被害を受けた。ありがとうございます。